いつもご視聴いただきありがとうございます。漢字で一文字、ひらがなで一文字の正義です。ではここから、3月のダイヤ改正から走り始めました、名阪特急火の鳥になって大阪に向かいます。それもプレミアム席を抑えましたからね。めっちゃ楽しみです。お待たせいたしました。ご案内は到着の列車は45分発大阪南波行き特急火の鳥です。火の鳥初めて乗ります。7時45分発大阪南波特急の火の鳥です。次は鶴橋に停まります。特急には乗車券のほか、近鉄特急火の鳥をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は大阪難波行き特急火の鳥57列車です。次は鶴橋に止まります。この電車には乗車券のほか特急券と火の鳥特別車両券が必要です。特急電車番号の座席にお座りください。電車の番号は後ろの車両から1号車、2号車の線で、先頭車が6号車です。車内は喫煙室を除き、すべて禁煙となっています。喫煙室は3号車の後ろ寄りにございます。火の鳥のカップの、ホットコーヒーが買えるので、買ってみたいと思います。残り線に入ってね。お、タヌキ線入りました。この間撮影していた場所です。
下り線に入って。で、今、上り線に転線しました。この部分撮影すると面白いやろな。車内にお忘れ物のないようご注意ください。